村山富市元総理大臣と河野洋平元官房長官が千代田区で対談し、村山元総理は太平洋戦争を侵略とした村山談話に対して謝るために出したわけではないと述べました。でも謝ることが目的で出したわけじゃないんですよ。これから日本が進む平和憲法を持っている日本の国がですね、戦争はしないんだと、平和で生きるんだということを国に宣言する。村山元総理は談話発表は戦後50年のけじめとして過去の歴史に対して反省をし、新しい日本の世界観や方向を指し示していくために出したと述べました。河野元官房長官は従軍慰安婦についての記述がある河野談話について、談話を出して日韓関係が良好になっていた中で現在の悪化した両国の関係は誠に残念と述べました。